再生完了。午後3時までの東京ラジオに入ります。そちらからチャンネル登録を出し、そして番組登録2番手からです。その後はアドリブが欲しいこの3番手私の宇宙人の前に登録を出しております。さらに単独ラジオ、その後はチャンネル登録リモートです。それぞれさあ4分間の3分間に入ります。チャンネル登録と新規アドリブラジオ宇宙コレクト2番の番組登録の前のアドリブラジオ8番のリモートです。Thank you.